はい、私、谷崎テトラと申します。こんにちは、よろしくお願いいたします。僕のじゃあちょっと軽く自己紹介をいたしますが、テレビとかラジオ番組の放送作家の仕事を、しております。もう20年以上放送作家の仕事をしてるんですけど、そのうち15年以上は、環境番組ですね、地球環境の番組を中心に仕事をしてきました。素敵な宇宙船地球号とか、地球グッドニュースとか、今は伊勢谷友介という俳優と一緒にアースラジオという、ラジオ番組を今5年目になりますけどやっております。で、僕が最初に番組とかを作り始めた頃というのは、まあ、インターネットなどが出てきた1990年代の初頭だったんですけれども、1997年に、トップ3というのがありまして、トップ3というのは地球、温暖化に関しての、まあ、最初の、大きな取り組みだったんですけれども、京都議定書という、でそれを僕はメディアの立場でこの、取材をするというところからこの環境問題に関わるようになるんですが、まあ、実際調べてみたり、取材をしてみると、地球環境問題っていうのは僕が知っている以上に危機的な状況だっていうことが分かってきて、それで、まあ、どんどんそれに危機感を、まあ、募らせていったんですね。しかし、でもこの危機感をどんどん募らせていっても、このだんだんこう周りの人がこう、聞いていってしまうんですね。つまりこんなに環境がやばいんだよってことを言えば言うほど、ちょっといやそれはとてもネガティブな考え方だってところ、だんだん離れていく。で最近テトラはエコにハマってるとかって言われたりとかする。でこれがいけないなと思って、やっぱ危機を言うだけではダメだなと。でどうやったらこの持続可能な社会を作れるのかという、そのグッドプラクティスというんですかね、そういうことをじゃあ伝えていきたいなというふうに考えしているうちに、まあ、実際取材をしているところから自分自身がその環境問題のこととかサステナビリティということを伝えるというような NGO とか NPO にまあかかるようになるんですね。でも本当に最初の一歩というのがなかなか踏み出せない。環境問題、森のこと、水のこと、いろんなことがあるんだけれども、そこにいきなりと踏み込むことがなかなかできないということで、じゃあ最初の一歩となるような、まあ、誰でも集まれるような、もう本当に詳しいとか人が集まるとかではなくて、そんなイベントができないかなということで、このアースデー東京、2001年ですね、2001というのを、今から16年ぐらい前に今立ち上げる、まあ、メンバーの一人として動き始めたんですね。それがこの東京のこの代々木公園の会場におけるこの、アースデーということなんですけれども、日本でのアースデーっていうのは、もともと1990年から、まあ、いろんな NGO が集まって、開催されて、夢の島で開催されたりとか、日比谷公園で開催されたりとか、横浜の子どもの国とか、まあ、そういうところでこう、まあ、NGO イベントというような形では行われてたんですけれども、こういう代々木公園のこういう会場に、まあ、いろんなアーティストの方とか、まあ、本当に学生さんとかそういう方がもう集まれるようなイベントとしては、もうこのアースデー東京というのがまあスタートですね。まあ、とはいうものも、だんだんこのアースデーもこの アースデーマーケットというんですかね、こういう、まあ、見本市みたいにいろんな人が出展するような場所にはなったんだけども、なかなかこの環境問題そのものについて深く話をするというか、もうなくなってきてるなという気もします。まあ、このトークテントは、今日明日といろんな気候変動の専門家の方、それから、ピークオイルの専門家の方、それからそうですね、お金の面で、例えば投資とかそういうようなことでこの環境を変えていくとか、そういうようなことの、まあ、本当に、すごいメンツが実は今回、集まっております。本当にこの、大きなシンポジウムとかができるような、メンバーが次々とこの後、まあ、登場するわけですけれども、まあ、僕はこの、まあ、最初の、一番最初のこのアースデーの始まりについて少しお話をさせていただこうかなと、考えております。12時ぐらいまでちょっとざっくばらに話していきたいなと思っております。まずではちょっとアースデーの話、ちょっとねこのスクリーン、パワーポイントを中心にやっていこうと思ったんですが、パワーポイントもちょっと見えにくいということで、申し訳ないんですけども、はい、ちょっと見えますかね、この
うっすらとこう地球の姿が見えてるかと思うんですけれども、ちょっとイメージでこれを濃くしてみてください。あ、これは1968年12月24日アポロ8号が最初にこの、月から、地球を見た姿ですね。月に最初に行った宇宙船というのは、アポロ何号か知ってますか？アポロ一番最初に月に行ったのはアポロ、はい、どうぞ大きな声で言ってください。わかんない。アポロ、はい、11号ですね。アポロ11号が初めてこの月に着陸したわけですけれども、この月に着陸する前にこのアポロ8号というのはその着陸地点を調査するために、まあ、地球からこの、まあ、月まで行って月を半周してですね、半分ぐるっと回ってこの地球に帰っていくという、まあ、とりあえず月までは行ったけども降りないで帰ったというのがこのアポロ8号。これが世界で初めてこの地球、月まで到達した人類なんですね。でそのアポロ8号がこの、ちょうどこの月に到達して半周回るんですね。ぐるっと半周回ってで反対側に出てきた時にこのちょうどこの下に見えるのがこれ月の地平線です。わかりますでしょうか。月の地平線からこの地球がだん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 上がってくるように見えるわけですね。この反対側を撮りますので、まあ、それが地球の出と言いますね。まあ、日の出、太陽が出るのはサンライズですけれども、地球が出るのはアースライズと言います。これは人類初めてのアースライズなんですが、この宇宙船っていうのはロケットはこの前にしか窓がないわけですよ。なのでこのアポロ8号が月に向かって飛んでいくときは月しか見えてないんですね。まあ、当時の人類の科学の粋を集めてこの月までやってきたわけですけれども、まあ、月しか見えてない。そして半周ぐるっと回ってで反対側に出たときにまさにこの地球の姿がぐぐっとこの日の出のように上がってきた。これなんか本当に感動的なシーンだったんだなということが伺えますね。でその時に彼らはこういうように言いましたね。我々はもう何年もかけてこの月計画を考えてきたと。しかしここに来て本当の目的が初めて分かった。それはここまで来て地球の姿を振り返ることだったと。もう月に来るのが目的ではなくてここから地球を見ることが本当の目的だったんだということに気がついたというのが彼らのこのメッセージ。今ちょうど音声がちょっとあるんですけども、ヒューストンの宇宙センターとこの、アポロ8号が交信している部分ですね。でアポロ8号のこの、交信、これちょうど1968年の12月24日クリスマスイブです。でこのクリスマスイブにこの、宇宙船の中でこの聖書の一節を、まあ、創世記を読んだと言われていますけれども、創世記、この宇宙、この地球というものがこの生まれていったこのことがこの聖書に書いてある記述について語ったと言われてますけれども、この、まあ、聖書の記述で創世記、この世界を作った神様というんですけども、これを見るともうキリスト教の神 もうなんかユダヤ教もイスラム教も関係なく、この創造の神秘というんですかね、我々がここに存在することの神秘、素晴らしさ、美しさというのが強く感じられるんじゃないかなと、まあ、思います。でこの映像がこの、発信されて、まだ実は、50年経ってないんですよ。これどういうことかというと、我々のこの人類の歴史は10万年あると言いますよね。10万年の人類の歴史の中でこの地球の姿を、見ることができてまだ50年経ってない、うん、もうなんかこの写真とか見られてしまってるので、もう随分昔から当たり前のようにこの地球がの姿が共演されてたという気になっちゃってるんですけれども、実は僕は51歳です。僕が生まれた時に人類はまだこの地球の姿を知らなかったということなんですよね、うん、もう少し若いでしょうから、生まれた時からこの姿、生まれた時からこの地球が見てたという世代もあると思いますけれども、おそらく僕より上の世代の人というのは生まれた時まだこの地球の姿が知らなかった世代ですね。で多分この
今の社会の、まあ、国家元首、まあ、首相であるとか政治家であるとか大統領であるとか、はたまた、企業の代表とか社長とか、まあ、ほとんどの人が多分僕より上の世代だと思うんですね。そういう意味で言うと、その地球の姿をまだ見ていない、世代がまだこの地球の、世界の仕組みとかシステムとか、そういうものをやっぱり、作っている。まあそういう意味で言うと、この地球の姿を見た以降の、価値観というんですかね、そういったものがまだこの社会に広がっていないなという、そんな、時代。もっと言えばこの地球を意識して、地球というこの、ビジュアルというのをちゃんと認識して、価値観の中にある世代が作っていく地球というのが今この21世紀かけて、進んでいくんだろうな、我々が作っていくんだろうな、まあ、それを我々はアースネイティブと呼んでます。アースネイティブ、これはデジタルネイティブって言葉がありますよね。デジタルネイティブっていうのは生まれた時からもうインターネットとかデジタルがある世代のことをデジタルネイティブって言うんですよ。そういう世代は、もう今もう本当に若い世代は生まれた時からこのインターネットという環境を知っていて、そしてデジタル環境っていうのを、まあ、ツールとして使いこなすのが当たり前と思ってる世代ってあるんですよね。その世代やっぱりもう全然価値観、物の発想の仕方が違うということになります。まあ、そういう意味で言うと、このアースネイティブ、地球という惑星を認識した世代、まだこの本当にこの50年今この社会を作りつつあるこの世代というのがアースネイティブの第一世代というように言えるんじゃないかなということで、今年のアースデー東京はアースネイティブ宣言、私がこのアースネイティブなんだよということをそれぞれの人が、認識して伝えていくというのが、このアースデーの、今年の一つのテーマとなっています。本当はね、ちょっとね、これ暗いところでこれを真っ暗なところでこれを 見たいな、昨日夜ここで前夜祭があったんですけど、その時はこれがここで見れたと思うんですけれども、そのちょっとイメージしてもらったりとも、真っ暗なこの宇宙の中で本当にオアシスのようにこう地球があるというこの姿で、これを見て多くの人がいろんな感動もありましたし、それから哲学も生まれました。例えばこの宇宙船に乗って、アポロの宇宙船で乗ってこれをまあ見ているわけですけれども、バックミンスター・フラーという学者は宇宙船地球号ってこれを呼びました。僕も素敵な宇宙船地球号という番組をね作らせてもらったりしたんですけど、宇宙船地球号という言葉が生まれたのもこの、時期ですね。それどういう意味かと言いますと、このアポロの宇宙船っていうのは、この例えば月まで行くために、まあ、水、燃料、空気、そういったものを、まあ、宇宙船に積んでいきますよね。で、例えばそこで食料が尽きたり、水が尽きたり、燃料が尽きたり、空気がなくなってしまったら、その宇宙船の中ではもう生きていけなくて死んでしまう。で、その宇宙船の中からこの地球の姿を見たら、またこの地球も宇宙船のように見えたというのが宇宙船地球号です。この地球も、大きさの違いはあれ、水、食料、燃料、空気、そして例えば我々が出した排泄物というのもそこにどんどん溜まっていってしまって汚れてしまったら、もうここには住めなくなってしまうということもありますよね。そういう意味ではこの地球という惑星も、まあ、一つの宇宙船だなということを感じた、このバックミンスター・フラーという学者が、宇宙船地球号という言い方を取り出したわけです。まあ、それと同時に、このやっぱこの地球の姿がこの最初にドーンとこれが見えて、で地球上にこう配信されたんです。まあ、それまでは地球の姿というのは、なんですね、まあ、一つのマップというんですかね、平らなメルカトル図法の地図のようなものでしか認識されてなかった。それは本当に前の世界大戦、原爆が落とされたあの時、長崎にも原爆、広島にも原爆が落とされたあの時、地球人は誰もこの地球の姿を見てなかったってことですし、それからアウシュビッツ、あの時代、それも全くこの地球の姿を見てない、地球の姿を、地球人が共有していない世代っていうものと、そうでない世代っていうの違いっていうのがとてもはっきりするんですね。で、多くの人がこの地球の姿、これ1968年12月24日ですけれども、これから1週間経つと、この1969年の、
元旦がなるわけですが、もうその1969年の、まあ、世界中の新聞の表紙はこれが飾ったって言いますね。でこのそしていろんな雑誌もこの写真が、飾られたということで、まあ、多くの地球人がこれをまあ見て、あ、ここに我々が住んでいるんだということを強く感じたわけです。ちょっと見えますかね。まあ、これ当時ね、このアメリカではベトナム戦争というのがありました。1968年。で若者たちは徴兵があって、みんなこのアジアに行って、ベトナムに行って、見ず知らずの人をライフで殺さなければいけない。まあ、それに対してアメリカでは反戦運動が始まりました。やっぱりこの地球の姿というものを共有して、まあ、地球は一つじゃないか、我々はその中で生きていくんだということを考えたときに、この一体自分が見ず知らずの恨みも何もないこのアジアの人を殺すってことはできない、そうした若者たちがアメリカの国防総省ペンタゴンに、まあ、デモで押し寄せて、まあ、ペンタゴンを取り囲んでデモをしたと言われています。でその時にこのアメリカの MP っていう州兵ですね、州の兵隊、アメリカはそれぞれの州に兵隊が、軍隊があるんですけれども、その州の兵隊がこっちに見えますかね、ライフルをこう水平に構えてるんですね。今霞ヶ関とかそういうところでデモとかありますけども、さすがにこのライフルを学生にいきなり銃口を向けるってことはさすがにないと思うんですけれども、このアメリカの、学生たちの前にこのアメリカの兵隊はこの、まあ、ちょっと水平にまさに銃口を向けたんです。で学生たちがその自分たちに向けられたこの銃口の先に花をこう刺しているんですね。この写真がこの全米にこう行った、これも大きな平和運動のきっかけになったと言われています。まあ、彼らは当時ヒッピーと呼ばれていました。このヒッピーの人たちのことをフラワームーブメントと呼ぶのは、この自分たちに向けられたライフルにこの花を刺していくという、まあ、そういう思い、それがフラワームーブメントという言葉に表されるんですが、まあ、その後世界で民主化運動というのがさまざまなところで起きました。その民主化運動の中で例えばジャスミン革命とかひまわり革命とか、そういう言い方されることがあるんですけれども、それはこの最初のこの、ヒッピーたちの革命のことをデイジーレボリューション、まあ、ひなげし革命といったことから、このそれ以降民主化運動にこの花の名前が冠されるようになったといいます。まあ、それもこの1960年代から70年代にかけての大きなこの変化の一つなんですけれども、そして、ちょっと見えにくいですが、ガイア説という説、これジェームス・ラブロックという環境学者が、まあ、さっきのこの地球の姿を見て、この初めてガイア説という説、今はガイア理論とも言われますけども、そういうものがありました。これどういうことかというと、このさっきのこの地球の姿ですね、この地球の姿を見たときに、まあ、昔から地球は生きているとか、森は生きている、海は生きているとかっていう、そういうのを比喩として、メタファーとして、言うことはあったんですね。しかしこのラブロック博士は比喩ではなく、本当に地球は生きてるんじゃないか、これは巨大な生命体なんじゃないかと言ったのがこの、ガイア説と言われています。まあ、我々がこの、一つの自分たちの体が多分脳細胞があって、まあ、お腹の細胞が、手の細胞があって、血液があって、まあ、そういったものが一体となって僕たちは一つの体を作ってますよね。で細胞の中にはミトコンドリアもありますし、さまざまな小さなこの生命体、お腹の中に大体の腸内細菌もいますよね。そういったものが全部一つになって、生命体として生きているのと同じように、地球という惑星も、水、大気、土、そういったものも全部一つの生命体、我々が住んでいる、全て、含めて巨大な生命体、地球最大の生命体は地球そのものであるっていうのがこのガイア説ですね。ジェームス・ラブロック博士というのはもともと火星ですね、惑星である火星 の研究をされていて、その火星という惑星とこの地球という惑星の違いにやっぱり、すごく気がついて、まあ、水というものの状態がこの液体の状態で水があるという、0度から100度まで、そこの状態にこの保たれていたりとか、その温度がさまざまな植物であるとか動物であるとかの営み全体を通して温度が一定に保たれていたり、そういったそういうことをホメオスタシスというんですけれども、まあ、そういうようなことが
あるんじゃないかということを、まあ、最初に言った。まあ、しかしこの我々のこの体も、まあ、全てが調和して、健康な体を保っているときはいいんですけれども、我々の体の中でも細胞、周りの細胞のことを無視してどんどん増殖する細胞というのが僕たちの体の中にもあります。何か分かりますか、前の方。はい、はい、あの我々のこのね、体のことを、この体をこう無視して、細胞を無視してどんどん増殖する細胞が我々の中にもあります。何でしょうか。え、ミトコンドリアじゃないな。ミトコンドリアというのもね、あの地球の体の、人間の外から来た生命体が入って今共生してるって言われてるんですけど、ミトコンドリアはまさに我々の細胞とちゃんと共生して、で我々の中にこの例えば血液を作ったり、そういうようなですかね、そういうことの大きな役割を果たしてますよね。そうではない細胞が我々の体の中にもあります。まあ、じゃあ、言ってしまえば、あの例えばがん細胞とかウイルスとか、これは我々の体の一部が勝手に増殖を始めて周りの細胞をどんどん壊していって無視して広がってしまう、これがん細胞と言いますね。それから例えばウイルスも我々の体の中に入ると、我々の体の住民のような顔をしていながらどんどん増殖していって、周りの臓器とかを壊してしまったりとか、熱を出したりいろいろしてしまいますよね。そういうような周りの調和を無視してしまう細胞がこの地球の中にも、我々の人間にもあるように、地球にとって人間はもしかしたらがん細胞のような動きをしてるんじゃないかっていうのが、このラブロック博士はそういうことを言ってるんです。周りの調和を、壊してどんどん広がる。例えば体の中に入ったウイルスとかもどんどん増えていくと、例えば体中にウイルスが蔓延すると、もう生きてられないから人は死んでしまいますよね。死んでしまったらウイルス自身もその住処を失ってしまうわけですよ。ウイルスも生きていけないにもかかわらず、ウイルスはどんどん増殖する。同じように人類もどん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 この自分たちが住めない環境を作ってしまうような動きをしているんじゃないかということが、このラブロック博士が警告したことですね。ラブロック博士は、あの地球という惑星は、まあ、今ウイルスに羅漢して熱を出している状態なのかもしれない、それが地球の温暖化なんだってことを、ラブロック博士は言っています。つまり地球に増えすぎて周りの調和を壊していくものに対して、このどんどん熱を発している。でも熱を発した原因は人類そのものですよね。まあ、ウイルスと本当に同じように入ることによって自分の環境を壊しているというか、まあ、ラブロック博士は、イギリスのインディペンデント紙というこの、まだなインディペンデント紙かインディペンデントというあの雑誌の、新聞にこれを2005年に発表しました。まあ、これそれはもう世界中の環境学者がもう本当にそんな、なんか悲観的なことは言わないでください。人類はがん細胞ではないですということを言いました。人類はがん細胞ではなく、むしろ人類は地球にとっての心とか脳細胞とか意識とか知恵とか、そういうものを司る役割があるに違いないということを多くの人が言いました。今この我々がこの地球にとってのがん細胞なのか、それとも地球にとっての知恵とか脳細胞のような働きをするのかというのは、本当に我々の行いにかかっているんですけれども、ちょうど人間の脳細胞っていうのは100億あるという、100億と言われてますね。人間の脳細胞はだいたい20歳ぐらいの時に100億に達するそうです。で、20歳ぐらいになって100億に達するとだんだん脳細胞って減っていくんだそうですね。この頭蓋骨によって脳細胞のキャパシティ決まってますから、それじゃ増えない。しかしこの20歳より、この僕なんかだいぶ今脳細胞死んじゃってると思うんですけれども、だいぶ脳細胞の数は減っても、知恵というのはどんどん深まっていったり、知識というのはどんどんついていきます。それはあの細胞同士がシナプスによってつながることによって、脳細胞がより複雑な思考をできるようになる。今この人類は72億、まあ、脳細胞と同じ100億にの、先に達するだろうと言われています。この脳細胞が100億に達するという、この地球の人類が100億に達するという、時期に向けて、次々と細胞同士がつながっている、まあ、まさにこのインターネットと言われているものは、あの地球全体を一つの脳細胞のようにつないでいって、集団的な心とか意識とか、そういうものを生み出すような、そんな役割を果たしているんじゃないか。これグローバルブレインということになります。
ですね、我々はグローバルブレインなのか、それとものがん細胞なのか、まあ、どちらかということが本当にこの世紀によって決まっていくんじゃないかなと思います。はい、これはあの当時の1969年70年の、雑誌ホールアースカタログという雑誌の表紙ですね。この地球の姿がこう表紙にこうなっていて、これがこう、人類にこう伝わっていくわけですね。まあ、そうすることによってこの地球っていうものに我々が住んでいるんだという認識がこの、価値観としてちゃんと広がっていくということが、まあ、起きたのが1968年、そして9年、そして、この地球の姿を人類が共有して15ヶ月後、世界最初の環境運動が始まります。それが、ま、アースデーですね。1970年4月22日、アースデーが始まります。これは本当に一人の学生が、行ったことから始まる、まあ、最初にゲイロード・ネルソンという上院議員がこの環境に関する考える日を作ったらいいんじゃないかという発案があったので、それにこうしてスタンフォード大学の一人の学生、デニス・ヘイズというスタンフォードの学生が、母の日があって父の日があってにもかかわらずこの地球の日というのがないのは一体どういうことだろうってことを言い始めるんですね。で、地球の日を作ろう。で、それはあの本当に何でもない普通の日でいいと。4月22日、これ特別な日でも何でもなかった日ですね。たまたま4月22日に、じゃあこの日を地球の日にしようと呼びかけて、全米に呼びかける。それがアースデーの始まりです。で、アースデーはこの地球生命圏とつながる日。それまでもいろんな環境運動というのがありました。公害というのがあったりとかして、ある工場がこう、化学物質を垂れ流している。それに対しての反対運動というのがあったんです。でもそうではなくて、この地球の生命圏、何かを、否定するというのではなくて、我々はこの地球に住んでいるということを強く認識するという日として、この地球生命圏に気づく日ということで始まったのがこのアースデーです。まあ、誰もが自分のできることってことで、まあ、ちょっとこれ分かりますかね。ほとんど見えないですね、残念ながら。学生たちが今本当に一斉に街に出て掃除を始めている、そんな絵ですね。1970年に、行われたことの一つですけれども、一斉にこの街を掃除をするとか、これはの自転車に乗ってるんですけれども、自動車をこのボイコットして、そして歩いたり、そして自転車に乗ったりとか、そういうことでこの、そういうことをしていくというのがこのアクションとして行われたのがアースデー。実はこの1970年に日本でもアースデーの、最初のアクションが実は行われました。1970年、この時ですね。で、それが今でも続いてるんです。わかりますか？聞いたことあります？このイベント、アースデー東京は2001年に始まったんですけど、実は1970年の最初のアースデーから続いてるアースデーのアクションがあるんですよ。わかんないですか？誰かご存知の方いらっしゃいますかね？これね、環境運動じゃないんですけど、銀座の歩行者天国。実は今は歩行者天国っていう単なるこの歩行者の利便性を感じるような、ね、ものだっていうふうに思ってる人多いんですけども、一番最初に1970年にこの銀座で歩行者天国が始まったのは、このアメリカで始まったこのアースデーに呼応して、この自動車というものを見直して、歩いたり越えて自転車で行こうという最初の運動、それが歩行者天国として、銀座でもこの今でも続いているというようなことなんですけれども、まあ今ではね、その環境運動という雰囲気は全然ないですよね。ただ自動車が入ってこない日っていう感じですけれども、実はこれは大きなアースデーのアクションだったということをちょっと覚えておいてください。で、実際にこの地球の生命圏を考えるというこの運動というのはどんどん広がっていって、そしてアメリカでは、2000万人の人が最初のアースデーで参加しました。で、何らかの形で地球の関心を表現するということで、実はここからアメリカでは環境省という省ができるきっかけになりました。で、環境に関してのさまざまな法律、環境法ができるきっかけにもなったんですね。それがこの最初のアースデーです。
まあ、アーステというのは本当に、まあ、今日東京でもこういう形で行われていて、まあ、楽しいお祭りという雰囲気なんですけれども、あの実はこれをこういうこの日をきっかけに、さまざまな環境に関しての法制化であるとか、それをあの知ってもらったりとかアクションするという、そういうようなあの思いというのもあって、いろんな日常の方もここに集まっているという側面がやっぱあります。そして、1968年のこの地球の姿から今始まってるんですけど、その、70年にこのアースデーが始まって、その2年後1972年にローマクラブというシックタンクが、成長の限界という、レポートを出します。まあ、それまでは地球というのは、まああのまあ、限界なくこの、まあ、消費したいだけ消費し、森木を切りたいだけ切ってもなんとなく地球は大きいから大丈夫、川に海に、汚染物質を流しても海は広いから大丈夫と思われてたわけですけれども、もうそうではないと、地球は有限なんだと、いうことで、初めて実は我々のこの高度成長、社会のこの消費社会の成長っていうのは限界があるんだということを、最初に、指摘したのがローマクラブの、人類の危機レポートで、現在の、まあ、人口増加や環境破壊が続くと、資源の枯渇や環境の悪化で100年以内に人類の成長が限界に達するという、そういうようなあの、ことがこの、指摘されました。でこれはあの世界最初の、コンピューターによる環境シミュレーションでもあるんですね。当時マサチューセッツ工科大学で、まあ、今のコンピューターに比べるともっとチャチだですけれども、コンピューターの中に、まあ、人類のこの人口の増加とか食料どうか大気の状況どうかエネルギーどうかということをコンピューターに入れて初めて未来をシミュレーションしたというのがこの成長の限界のレポートなんですけれども、あのその結果、まあ温暖化というのが起きる可能性があるとか、このままいくと、森や川がどうなっていくということが初めてこの、未来が見えて、それはとても危険であるということが、指摘されたんですね。まあ、で同時に1972年に同じ年ですけれども、ストックホルムで、国連人間環境会議というのが開催されます。まあ、それまで国連というのは安全保障という、まあ、戦争が終わった後の安全保障のための、団体だったんですけれども、初めてここで環境ということ、環境という以前に、まあ、人間ですね、人間と環境についての会議が最初に開かれるんですね。そしてブルントラント委員会というので、その、アワーコモンフューチャー、これからの人類はどうなるんだろうかということで、国連としてのレポートが最初に出てくるんですね。でもう実際に、成長の限界で指摘されたように、その後の調査で地球が気候変動が起きている、で温暖化というのが進んでいるということが、データ的にも確認されるようになってきます。まあ、実際今僕たちとの消費社会生活というのをこの面積で表すと、実は地球、あの世界の人々が全て日本人と同じ生活をしたら地球が2個半必要だと言われています。これはの我々が、生きていくための食料とか水とかエネルギーっていうのが必要なものを面積で表すんですね。我々がどれだけの面積が、あれば生きていけるかってことをこの我々の生活と照らし合わせてみると、日本人と同じ生活なんていうのは地球が2個半必要な生活を我々は実はしています。あのこの、考え方で、あのエコロジカルフットプリント、我々が地球に、つけた足跡ですね、エコロジカルフットプリントというように言われてるんですけれども、まあ、我々の足跡で地球は踏み表されて、そしてそれが、日本人の生活でと2個半も必要なぐらい足跡がついていると、そういうことなんですね。でこれアメリカと同じ生活だったら 3.9 個ですから、約4個、必要な生活をやっぱアメリカの人はしているということ、世界平均でもこの、1.5 個地球が必要な生活、地球平均でも、これ地球平均で 1.5 個ってこれすごいことなんですよ、ね、地球はいくつですか、はいですね、そう地球は1個しかないわけですけれども、まあ、平均 1.5 個のこの、生活を我々はしているということがあります。もし未来にわたって人類が地球に生き残るためには地球の再生能力を超えない1個分の生活をするということがとても重要なわけです。そして1992年
地球サミットというのがリオデジャネイロで行われます。これが最初のおそらく、国連として、まあ、国際社会として初めて地球の未来について真剣に考えるための会議というので行われたものですね。環境と開発のための国連会議と言われていますね。でそれはテーマは持続可能な発展、サステナブルデベロップメントという言葉なんですけども、そういうような、会議、が行われました。そこで実は2つの条約ができますね。1つは気候変動枠組み条約、これが、今言われているもの、温暖化とか気候変動と言われているものをこの枠組みをちゃんと作っていこうという、気候変動枠組み条約、そしてもう1個は生物多様性条約。この1992年の、地球サミットでこの初めてこの国際的な課題である、こと2つの大きな、課題が認識されたんですね。国際社会が取り組むべき気候変動と生物多様性、他にも、実は森林条約とか、砂漠に関しての条約っていうのもここで締結しようとしたんですけど、まずはこの2つという、ことが行われました。それで、この最初の1992年の地球サミットでとても印象的だったのが、12歳の少女セバン・スズキという12歳の少女が国連の会場にもやってきて、自分にも喋らせろと、喋らせてくれとこう言って、そして12歳の少女がこの国連のこの地球サミットの会場でスピーチをしたというのがとても話題になりました。これ国連の演出でも何でもなくて、本当にこの12歳の少女が、これカナダの少女なんですね、セバン・スズキと日本人、日系人なんですけれども、この女の子がカナダから、自分のお金を貯めて、そしてリオデジャネイロまで来て、そして私にも子供を代表して私にも喋らせてくれるように言ったわけです。でこれは伝説のスピーチというので検索をするとセバンの、スピーチ出てきますので、ぜひこの伝説のスピーチというのを、聞いてもらいたいなと思うんですが、まあ、ちょっと、ほとんど映らないので割愛しますけども、どんなことを、まあ、彼女が喋ったかというと、まあ、そこにいる世界各国200カ国ぐらいの首脳がまあいるわけですけど、その首脳の人たちに向かって、あなたたちは死んだ川に鮭がどうやって戻ってくるか、その戻し方を知っていますか、うん、絶滅してしまった動物を生き返らせる方法をあなたは知ってるんですかと。そして今や砂漠になってしまった場所をもう再び森に変える方法をあなたたちは知ってるんですかと、そこに問いかけるんですね。で直し方がわからないものはをこれ以上壊すのをやめてくださいっていうようにこの大人に向かって言ったわけです。直し方がわからないものをこれ以上壊してはいけない。で今はもう日本でもね、直し方がわからないものが壊れたまま、ね、福島では壊れたままになってますけども、本当に直し方がわからないものを作り続けてきて、しまったというのはこの人類の歴史ですね。そしてこのセバンさん、この12歳の少女は、こういうようにも言います。大人たちは子供に対してあれをしてはいけない、こうしなさいってことを言います。例えば嘘をついてはいけない、隣の人と仲良くしなきゃいけないとか言う。なんで大人は子供にしろということを自分たちはできてないんですかってことを言うんですね、うん、もう嘘をつくのはやめてください、他の国と仲良くしてください。とてもシンプルなことが子供がこうメッセージとして言った。もう本当にこの、メッセージというのは多くの人にこの感動を与えて、僕も実はこのスピーチをこの知って、僕が環境問題にこの、まあ、関心を持つ一つのきっかけにもなったレポートでもあります。ちょっとこの20年間に起きたことを振り返ってみます。この1992年の地球サミットからこの20年で起きたことを振り返ってみますと、1992年、36億人とほとんど見えませんね、まあ、すみません、36億人だった人類というのが今や70億を超えて72億、そして1941年には81億に達すると言われています。そして2050年には100億、そして今世紀末には109億に達すると言われています。ちょっとさっきの地球の姿をちょっと思い出していただけたらいいと思います。本当にそこに今72億の人が住んでいて、食料とかエネルギーとか、そういったものを共有しているわけですね、うん、まあ、本当にそこのところそれがもう、破綻して、このままでは破綻してしまうのはちょっと人口の増加であるということ。
思いますね。見えますかね、これ国連のサイトから言ったんですけども、人口の増加の曲線、こういう曲線なんです。これ見てる、これ20世紀、これあの国連のサイトで出てくると思うんですけども、人口の増加のこの指数関数的な曲線って言いますよね。例えば今の経済学を作ったマルクスとか、ケインズとかっていう経済学の、基礎を作った経済学者と言われていて、ほとんど人口がこのぐらいの時代にみんな生まれて経済学で作ってるわけですよ。で彼らは地球という姿、ケインズもマルクスも、地球を見たこと多分ない、地球を見たことがない世代がこのただこの経済効率、どうやったら配分すればいいか分配すればいいかということで経済学って発展したんですけども、そもそも全体のキャパシティということを考えないで経済学を作るということは本当はできないわけですね。でようやくこの、全体のキャパシティ、我々がどれだけのものが生産できる可能性があって環境を破壊せずに、っていうのをその最初のキャパシティを考えられるようになったのは1980年のハーマン・デイリーの環境エコロジー、エコエコノミーですね、環境経済学っていう考え方が出てくるのが、まあ、以降なんですね。80年代以降ということになります。で1990年代以降に、地球上から失われた森の大きさというのはアルゼンチンの国土以上と言われています。そして CO2 の排出量は92年に比べて 36% 増加、年に4万種の、生物の予想が失われている。そして5秒に1人、子供が、亡くなっている。まあ、プラネタリーバウンダリーという指標も環境の中であって、それでは気候変動以外も生物多様性の喪失とか、あと窒素循環が危機的な状況になっているというふうに言われている。この窒素循環、気候変動とか生物多様性は割と知られてるんですけど、窒素循環がかなり危機的な状況だってことはほとんどは知られてないんじゃないかと思うんですけれども、これはいわゆる農薬とかそういうものを使うことによって河川が汚染されて、その汚染された川からの化学物質を含めて海洋が汚染されるということで、今デッドゾーンと言われているものが地球上に広がっています。これは魚も貝も住めない海です。この地球上に今魚も貝も住めない海、デッドゾーンがどんどん広がっていると言われていますね。で、最も悲観的な観測をしている学者によると、21世紀中に9割の、水産資源が失われると言われています。まあ、ということはもうそれだけで人類は本当に危機的な状況だと思うんですけれども、今世紀中に9割の、水産資源が失われるという、まあ、悲観的な観測もあります。ちょっとあと時間って何分ぐらい、時間何分ありますか。12時には終わらなければいけないと聞いてますけど、あとはあと5、6分です。5、6分ですか。そう、12時にはちょっとここで、熊本に関しての黙祷をしたいと思います。そろそろ まとめたいと思います。まあ、成長の限界から人類の尖閣へということで、まあ、2001年にアースデー東京が始まりました。これですね。そして、まあ、いろんな形と気づきのきっかけをこの、行えたらということがアースデー東京のきっかけですね。そして2002年には2回目の地球サミットが、まあ、行われて、2007年に IPCC の報告が出て、まあ、2009年にはワールドシフト、ブダペストクラブというローマクラブの、後継団体の、ロンドン会議が行われて、ワールドシフト宣言というのも行われたりしました。そして2012年にこの3回目の地球サミットというのが行われまして、僕自身もこの地球サミット2012ジャパンという団体を立ち上げて、まあ、実際にリオデジャネイロに、まあ、今日も会場に一緒にリオデジャネイロに行った仲間とかも、来ていますけれども、地球サミットに参加しました。でほとんどこの2012年の地球サミットのことって日本で報道されてないんですけれども、正直言って、2012年の地球サミットっていうのは、まあ、失敗してます。もう失敗というのは国際社会は未来に対しては合意ができなかったんですね。2012年、実は持続可能社会の合意ができてない。ほとんどこれ報道されてません。国際社会は無関心なんです。
で、実は2012年この合意ができなかったということで、この人類はていうかどんな社会、アメリカにしてもロシアにしてもどんどん軍備を拡張して、日本もそうですけれども、それぞれの国がそれぞれの自前の自国の資源というのを確保するために軍備拡張というのが始まったのが、実はこの地球サミットでの合意が失敗にも僕は関わっているんじゃないかと思っています。そして2052年、この未来の予測というのも発表されてるんですけども、実は結構重要なのはこの2015年ここですけれども、おそらく2030年から40年、これコンピューターシミュレーションによっているものなんですけども、社会そのものがブレイクダウンしてしまう、崩壊してしまうというのが大体2020年、30年、これ計算上です。食料、人口の数に比べて食料、そして、汚染のレベル、化石燃料、そういったものを総合してコンピューターでシミュレーション、最新のコンピューターシミュレーションの結果だと30年から40年ぐらいで、つまりさっき国連の発表だと人類は100億に達するっていうのが国連の計算です。計算上はそうなるんだけど、食料、水、資源、そういったものをやると100億は到底生きていけない。でそうするとじゃあどうなるかっていうと、そこでブレイクダウンが起きる。それが2030年から40年。でこのことは環境の関係者に関してはみんな知ってるんですけれども、ほとんどこのこと、人類は、共有できてません。まさにこのことを知って、まあ、ワールドシフトしていくということが我々が、やらねばいけないことであって、まあ、そんな気づきを与えるきっかけがこのアースデーの中でも、行われたらと思います。そして、まあ、希望としては、去年の国連総会でですね、SDGs、国連でようやく持続可能な開発目標、17項目の未来に関しての目標というのがようやく設定されました。2012年の地球サミットが、まあ、ある種崩壊してしまった後、ようやくその、次の枠組み17つの目標というのが設定されました。これもまた設定されただけで、これに関しての具体的な取り組みというのは、全くできていません。これも、本当に市民とか、もっと言えばメディアも、僕はメディアの人間なんですけども、この SDGs を伝えるためのメディアを番組を作ろうといろいろ提案をしてるんですね。でしかしその SDGs を伝えるための番組を作るために全然スポンサーもつかないんですね。まあ、環境に対してもっとスポンサーさえつけば番組って作れるんですけれども、なかなかこれに関しての企業まだ現れていないという状況です。でもその中で、本当にこういう目標がそれぞれ17項目、貧困のことであるとかエネルギーであるとか、食料、福祉、教育、さまざまな領域での一応目標というのは国連では一応定められているというわけですね。ということで、まあ、本当に、地球というものを初めて意識した世代、アースネイティブの世代がこの新しいこの、価値観、パラダイムを作っていって、そこから人類の、新しいその枠組みっていうんですかね、そういったものを作っていかなければいけない。それが今、課せられたものですね。で本当にさっきのあれが出てきましたけれども、この1952年のこの予測ですね、人類が81億まで達したところでブレイクダウンを起こす、つまり81億に達したところで食料とかエネルギーっていうのが崩壊して、そして争って壊れていくっていう差です。しかしこの僕いろんな学者にこれ聞いたんですよ。本当に食料が足りないのか水が足りないのかというと、食料の人も水の人もエネルギーの人も、いや本当は足りるんだと、つまりちゃんとあるんだと、分け合えば余るほどある、奪い合うのでなく分け合うことができるならば食料も水もエネルギーもちゃんとあるんだと。しかし今は奪い合ってると、で奪い合ってる限り足りなくなると、つまり、まあ、今この東京で1日に10万食の食べ物が廃棄されてます。10万食で、一方アフリカでは毎日3万人の子供が、餓死してます。つまり、もう食べられないほどのものを集めて食べきれないから捨てている国がある一方で、飢えている人がいるという現状、この現状がある限りこのシナリオになってしまうということですね。いかに分け合うことができるか、共有することができるか、そしてそのお互いが奪い合うために軍隊を作るわけですけど、その軍事費、世界の軍事費の 10% を使うだけで貧困問題、環境問題解決するって言われてます。軍隊を減らしてその 10% でいいんですよ。それだけを環境に、するだけでできる。でもその枠組みを
作るための国連の会議というのに誰もこの関心を向けていなくて、実際に失敗してしまったということもあります。まず本当に一つ一つの問題に関心を持つということと、それから全ての人に、この最初に宇宙船地球号という言い方をしましたけれども、宇宙船地球号には、乗客とパイロットではなく全てがクルーなんですね。宇宙船地球号、宇宙船というのはあの全ての人がクルーであるということが基本です。全ての人が何らかの役割があるというのがこの宇宙船地球号の、意味するところだと思います。そして、今日明日とこの代々木公園では、アースデー東京が行われます。そして明治神宮の方もぜひ行ってください。明治神宮の奥、森の奥には明治神宮命の森といって森の中でのアースデーが行われています。でも本当そこは太陽光発電のパネルで、太陽光で作られた小さなステージがあって、歌とか踊りとかも行われています。まあ、森の中で考えます、まあ、そういうことも行われています。ぜひこの、アースデー東京のこの2日間を一つのきっかけにして、で自分が関心が持てるブースの NGO のところにぜひお話を聞いて、でそして関われる部分は関わっていただけたらなと思います。そろそろ時間かなと思いますけれども、どうもありがとうございました。キーノートスピーチ、テトラさんでした。